令和2年11月15日神戸王子スタジアムにて2020 X リーグディビジョン3ウエストクラブアイランズ対トライスターズの一戦が行われます。17時35分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーオレンジのユニフォームがトライスターズ、奥側ホワイトのユニフォームがクラブアイランズです。今季の X2、X3 は高昇格のないシーズンとなりました。したがって秋のレギュラー戦はすべて交流戦として行われます。なおこの撮影は両チームの要請によりまして協会の許可を得たスカウティングのビデオとして撮影しております。トライスターズキックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。プレイナンバー1-1トライスターズキックオフ、キッカー8番。アイランズリターン25番。このリターンはよくアイランズ陣30ヤード付近でボールデッド。リターンは26番でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回で10ヤードを進み、攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1-2アイランズファースト3点、ボールオン自陣34ヤード。クォーターバック10番、ランニーバック26枚のフレアパス。しかしこれはカバーされており、約1ヤードロス。前進をゲイン、後退をロスと称します。プレーナンバー1-3、アイランズ自陣33ヤードからセカンドダウン11。2回目の攻撃、攻撃権更新まで残り11ヤード。ランニーバック26番ハンドオフから左オープンを展開しようとしましたが、これをトライスターズ78番がアジャストし大きくロス。
プレーナンバー1の4アイランズ、自陣29ヤードからサードダウン15、3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り15ヤードの獲得は必要です。パス不成功。クォーターバック10番右ロールアウトからパスを投じましたが、これはトライスターズがカット。フォースダウン4回目の攻撃となります。パス失敗ですと元の地点に戻り次の攻撃と変わります。プレーナンバー1の5アイランズ、フォースダウン15、パントフォーメーション。パンター10番アイラントライスターズリターン。トライスターズ陣35ヤードを超えたところでボールデッド、攻守交代となります。プレーナンバー1の6アイランズ、自陣38ヤードからファーストダウン10。失礼しました、トライスターズファーストダウン10です。ウィングバック2番モーションからのオプションピッチを受け右オープン展開、約8ヤードゲイン。プレーナンバー1の7アイラン、失礼しました、トライスターズセカンドダウン2、ボールオン自陣46ヤード。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック10番ドロップバックからパスを投じファーストダウン獲得です。ターゲット88番。プレーナンバー1の8トライスターズ自陣49ヤードからファーストダウン10。ランズナイスです。ウィングバック2番に持たせ左オープン展開を図りましたが、これをアイランズ22番がチャージし大きくロス。プレーナンバー1の9トライサーズ自陣43ヤードからセカンダウン16。クォーターバック19番10番パスを閉じようとしてスクランブル、左ロールアウトからゲインをし約7ヤードゲイン。プレーナンバー1の10トライサーズサーダウン9ボールオンハーフウェイ。パス不成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー34枚のパスでしたがパス不成功です。フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の11トライサーズフォースダウン9パントフォーメーションを選択します。
パントはキックによる攻撃放棄、陣地挽回を図るプレーです。ボールオンハーフへ、このパントをナイスパン、絶妙なところでボールが止まり、アイランド陣1ヤードでの攻守交代です。プレーナンバー1の12、アイランズファーストアンテン、ボールオン自陣1ヤード。ナイスラン、ファーストラン。何枠26番、ハンドオフから血を突破。相手タックルをすり抜け、大きく前進、ファーストラン。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断で熱中症対策として試合の途中でタイムアウトを取ることが許されています。今季はコロナの影響にありまして、選手全員にフェイスシールドを着用を義務付けられております。これを鑑みての、ウォーターブレイクです。プレーナンバー1の13、アイランズ自陣21ヤードからファーストダウンテン。何枠26番、オプションプレーのピッチを受け、右オープン展開、約9ヤードのゲイン。プレーナンバー1の14、アイランズ自陣29ヤードからセカンドダウン2。成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、ファーストダウン。プレーナンバー1の15、アイランズファーストダウン10、ボールオン自陣37ヤード。コールファーストダウン。ワイドレシーバー1番リバ、スイープフェイクのリバース、左オープン大きく展開しファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の16、アイランズ相手陣45ヤードからファーストダウン点。トライスターズナイスです。ランニバック26番、ドロープレーによる中央突破を図りましたが、これはトライスターズがアジャストし、約3ヤードロスです。
プレーナンバー1の17アイランズ、相手陣40の9ヤードからセカンドダウン13。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上にイエローマーカーが飛びますと反則が発生したことを意味します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタイしセカンドダウンやり直しです。プレーナンバー1の18アイランズ、自陣46ヤードからセカンドダウン18。パス成功。クォーターバック10番、プレーアクションから右にネイキッド、ワイドレシーバーにパスを通し約10ヤードのゲイン。プレーナンバー1の19アイランズ、相手陣46ヤードからサーダウン6。アイランズファーストダウン、ランニングバック26番ハンドオフクラッチを突破、相手タックルをかいくぐりファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の20アイランズ、相手陣34ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー1の21アイランズ、相手陣30ヤードからセカンドダウン6。パス不成功。クォーターバック10番、プレイアクションからロングパス、ターゲット1番、しかしこのパスはカバーされパス不成功、サーダウンに変わります。プレーナンバー1の22アイランズ、相手陣30ヤードからサーダウン6。ナニワック26番、トスを受けて右オープンへのスイッププレー、しかしフォースダウンに変わります。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして、クラブアイランズ0点、トライスターズ0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。